動いてますね、これは。今どういうモードなんですかね、これ。これ今、これで乗車しているあ、これで乗車、はいはい、止まっちゃいました。どうも、あのよろしくお願いします。ちょっと撮らさせてもらってもよろしいですかね。あの入っていただいてもよろしいですか。私もですか。一緒にですか。あの、はい、入っていただいて、ちょっと下からここからちょっと動画で撮りますんで、はい、ちょっと話を声が入るかな。あ、お名前何でしたっけ。伊達と言います。伊達様ですね。デザインの伊達です、はい。じゃあデザイナーの伊達様、この木馬のついてちょっとこのコンセプトとかですね、あと苦労なさったところがあればもしあの言える範囲でちょっとご説明いただけると助かる。お願いします。我々の横浜研究所っていうところがあるんですけども、あのそこで今企画開発をあの行っているあのものなんですね。で、ですね、まあ、コンセプトというかですね、まあ、最初その横浜研究所の方で、まあ、いろんな他部門 の、 あの、メンバーが集まってですね、それであのモビリティ の、 あの、ね、こういろんな課題とか、あとはあの、まあ、将来のモビリティの、姿の、そういったことをですね、みんなであの探っていきながら、それであの出てきたアイディアがこの次世代のですね、この四脚モビリティと、いうと。であのモビリティの課題っていうのはいろいろあるんですけど、うちにはあのセニアカーとかあるんですけども、セニアカーってやっぱりこう路上走ってると、まあ、段差があったりとか階段があったりとか非常に障害がやっぱ多くて、なかなかスムーズに走れないってところがあるので、まあ、そういったものを全部クリアできるのがやっぱり四脚のモビリティじゃないかというので、今あの研究開発の段階なんですけども、取り組んでいるところです。まあ、これはですね、まあ、実際の見ての通りなんですけど、あの四脚にホイールがついてます。で普通の平地ではあのスムーズにそのままのタイヤで走ることができるので、まあ、段差階段が来たらあの実際に押して移動ができるというのにもなります。まあ、それでシームレスに自分が移動できるというふうになります。ありがとうございます。ちょっとなんか ポイント的な場所があればちょっと指さしていただいたり。あ、そうですか。あのこれはですね、あのいろいろその乗り降りが、これあの後ろからこう乗り降りするような形になるんですけど、こちらからあの乗り降りするんですけど、その時に車体があの下がって、なんかこう走行状態なんですけど、車体が下がって、それで、その重量がこっちに回転するんですけど、それでこう乗りやすくなります。あ、はい、お願いします。階段のこう傾斜とかではこれがこう傾きながらあの階段を上っていくんですけど、その時にあの乗員は必ず水平の姿勢で移動ができる。
水平な姿勢を保つことができるんで、非常に安全に快適に移動ができる。そこがポイント、デザインのポイントになります。で、あとはモジュールですけど、これはいろんな用途によって交換が可能なんですね。それでこれは今バイクタイプなんですけれども、これは椅子のタイプに変えるとですね、もう少しご高齢の方とか障害を持った方でもこれが使えるようになります。で、それ以外でもですね、立ち乗りっていうのもありまして、こちらにこう立つような形になるんですけど、これがそのカーゴスペースとして使えるんです。それで例えば宅配便の荷物をそこで積むとか、あとは農作業、農業支援で農作物を運ぶとかですね、いろいろその運搬作業を使ったりとか、あとは例えばゴミ収集とかですね、そういうのもそういった公共サービスとしても使えますし、非常にその多用途にいろんなことができるというその可能性を持った、そういった乗り物になります。はい、ありがとうございました。はい。